決めた時期っていうか、まあ、明確じゃないんですけど、はい、この中学生時代の時に、はい、そこでまあ確信を持ったというか、もう、まあ、自分はうまいと思ってたんですけど、はい、まあ、全国の合宿に行った時に、はい、まあ、上には上がいると思って、はい、まあ、ちょっと真剣にもサッカーもあまり取り組んでなかったんで、はい、まあ、今思うともうちょっと真剣にしてたらっていうのは、はい、まあ、心残りなところはあるんですけど、はい、はい、そうですね、僕が小学校5年か6年生の時に、フェリーに乗って、はい、ガンバ対ジェフですかね、はい、の試合を見に行った記憶はあります。あ、そうですか。はないですね。そのただなんかチームとして見に行って、あ、ただ、はい、まあ、遠足がてらに行った感じですかね、はい、そうですね、もう父親とよく行ってたんで、はい、もう小学校物心ついた時から、はい、まあ、土日はボート場にいるような、はい、感覚でした。憧れてというか、まあ、親の影響もあってか、もうボート選手になったら稼げるぞっていう、まあ、そのイメージですかね、はい、うん、まあ、今もやってるんですけど、はい、本当ですか、はい、でもサッカー自体も根本的には好きで、そうですね、で子供も3人今サッカーやってまして、で今も小学校のチームのコーチして6年目ですかね。そうなんですね、はい、どんなんですかね、この、まあ、右足のモンキーの蹴りであったり、まあ、そういうのは得したかなと思いますけど、まあ、あまり多分どの競技も多分ボートはまた別物と思うんで、野球がしてたからサッカーしてたからとはまた別物と思います。まあ、プレーしたことって、まあ、対戦したことは、僕徳島市立高校出身なんですけど、よく九州に合宿っていうかプーマカップっていう大会があって行ってたんですけど、まあ、その時、まあ、今でいう大久保選手だとか、あの平山壮太とか、はい、この時国見とかよくやってたんで、はい、まあ、僕と同い年だった徳永選手とかオリンピック行ってたとかとはやって、もう大久保選手はもうキックオフした瞬間に僕らのチーム全員抜いて入れてましたね、はい、しかもかなり走らされた後の3位決定戦だったんですけど、はい、まあ、やっぱりすごいと思いました、ね、はい、今節はちょっと復帰戦でいろいろちぐはぐなレースになるかもしれないんですけど、お客様の船券に応えれるよう一生懸命走るので応援よろしくお願いします。